こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、大人の好感度の高いコーディネートベスト3というテーマで皆さんに動画をお届けしたいなというふうに思っています。おしゃれというものも人によってコンセプトは様々だと思うんですね。自分なりの個性を表現したいという人もいれば、清潔感の漂うようなコーディネートをして、 女性から好印象を得たいという方もいたりして、このあたりはですね、いろんな目的があっていいと思うんですね。そして目的ごとにですね、どんな着こなしが正解なのかというのは変わってくるかなと思うんですが、今回はその中でも、後者の方ですね、清潔感があって、第三者、特に女性から見た時に好印象のスタイルということで、具体的に3つ考えてみたので、皆さんと一緒にシェアをしてみたいなというふうに思っています。 僕個人としては、どちらかというと、清潔感というよりは、自分の個性というものをうまく表現したいなという思いが強いんですけども、ただですね、そんな僕でも、休日に家族と一緒に過ごすときには、ある程度ですね、清潔感だとか、好印象というところを意識しながら、コーディネートをすることがあるんですね。 僕一人の中でも様々なコーディネートをシチュエーションに応じながら変えるようにしてるんですね。ぜひ皆さんもですね、これが自分のスタイルだという形で凝り固まるのではなくて、まあ、様々なスタイルを楽しんでいただけるとファッションの幅が広がるんじゃないのかなというふうに思ってます。 今回ご紹介するコーディネートというのはまさにですね、好印象なアイテムを使って華やかさだとか綺麗さを意識したものになってますので、僕自身の普段のスタイルとはまたちょっと違ったものなんですが、ぜひ皆さんもですね、こういったスタイリングにすることで好印象になるんだなということを一つの参考にしていただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説してますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってみましょう はい、ということで早速一つ目のコーディネートから皆さんにお伝えしたいなと思ってるんですが、まずはですね、このカーディガンを使ったコーディネートですね。これはおそらく好印象なスタイルかなというふうに思ってるんですね。まあ何が一番のポイントかというと、このカーディガンの色味ですよね。 僕は普段ですね、ネイビーだとか、ブラックだとか、ダークグレーだとか、こういった色のカーディガンを持つことが多いんですが、今回はですね、ちょっと爽やかさだとか、好印象を意識した、こういったライトブルーをですね、選んでみたんですね。 まあこれはですね、先日グリーンレベルさんで撮った動画の中でも出てきたかなと思うんですが、まあ色味がとても綺麗で僕の普段の感覚ではなかなか選ばないものなんですが、着てみると意外と良かったんですね。ネイビーだとかブルー系に比べるとライトブルーということで華やかさが出ますし、春らしい雰囲気にもぴったりと合うので、 こういった綺麗な色、特にブルー系の綺麗なものを着ていただくと、清涼感があって、清潔感みたいなものはかなり高まるかなと思うので、ぜひ皆さんも試着からしていただければなと思っています。そしてその内側にはですね、さらりと白ベースのプリント T シャツを着ています。これは僕のブランドのものなんですが、まあ、なるべくですね、夏らしくて、ちょっとこう涼しげなものを作りたいなということで、こういったですね、何のモチーフだかよくわかんないですよ。ちょっとグリーン系の綺麗な色味のものですね。こういったものを 作ってみたわけなんですがおかげさまで結構好評で僕自身もガンガン着てますし多くの方に選んでいただいている1枚なのでまぜ、あ、ひ参考にしていただければなと思ってます、まあ、中に着る T シャツは僕はですねちょっと明るいものが使いやすいと思うんですね ブラックだとかネイビー、ダークグレーの T シャツもいいんですが、春夏らしくて明るい白というのはすごく使いやすいので、ぜひ皆さんもトライをしていただければなと思っています。まあ、このようなプリント T シャツは僕のブランドだけじゃなくて、いろんな優れたブランドがたくさんありまして、ユニクロの中でもですね、優れた白系のプリント T シャツありますので、そちらはまた別の動画で解説してますので、よかったらチェックしていただければなと思っています。 そしてボトムスなんですが、黒系のこういったイージースラックスですね。これは使い勝手がいいですし、上半身を明るめにまとめたら、ボトムスはもうブラックで引き締めた方がバランスがいいかなと思いますし、ここでブルーデニムとかもいいんですが、よりこう清潔感とかシャープさを出すには、 ブラック系のパンツがですね、シャープでいいんじゃないのかなと思ってます。で、シルエットに関しては、僕個人としては、もっとゆったりめのものも好きで履くんですけども、あまりですね、太くすると、清潔感だとか、好印象というところから、ちょっと離れてしまうんですね。ですので、できればですね、テーパード型、もも周りには適度にゆとりはあるんだけども、膝から下に関しては細くなっていくような、足が綺麗に見えるボトムス、これが鉄板かなと思います。ぜひこういったブラック系のパンツですね。今僕が着てるのは、グリーンレベルの、 オルマイージーパンツ。これがもうラックでこればっかり履いてるんですが、チェックをしていただければなと思います。他にはグローバルワークのアーバンスラックスですね。これは鉄板です。このオルマイシリーズよりももうちょっとテーパードが強めで、より綺麗めに見えますので、そちら代用してあげるのもいいかなと思うんで、ぜひチェックをしていただければなと思ってます。そして靴なんですが、個人的にはね、ここにちょっと映り込んでると思いますが、ニューバランスのスニーカーが旬で好きなんですが、 ただですね、女性目線とか、爽やかさという目線からすると、結構ダサかっこいいというのがニューバランスなんですね。で、ニューバランスの価値がわからない方も世の中にはたくさんいらっしゃるので、そういった方からすると、ニューバランスのこの雰囲気って、ただの今まで通りのスニーカー、ダサかっこいいというよりはおじさんっぽく見える場合もあったりするので、まあできれば爽やかさというところを意識するのであれば、こういった白系のレザースニーカー、これが間違いのない選択かなと思います。 僕が履いてるのは中でも一番プレーンなオールスタークップですね。これが最も好印象なスニーカーかなと思うので、まあこういった形でブラックとホワイトでコントラストを高めながら下半身はコーディネットを組んでいただければなと思っています。まあカーディガンのスタイルはですね、春にぴったりなんですが、ちょっと初夏に向けて暑いなと思った時は軽く腕まくりをしてもらうといいと思いますね。ガッと上げてしまうと、 これまたね、なんか違う感じしますよね。そうじゃなくて、腕まくりというか、ま、くし上げるときには、えー、ま、ちょっとこう、二の腕が見えるぐらい、これぐらいがいいですね。あんまりやりすぎない形にしてもらいたいなと思うので、大体これぐらいの目安で、ちょっと手首が見えるぐらいにしていただければなと思うので、よかったらぜひ皆さん、参考にしてみてください。はい、続いて二つ目のコーディネートなんですが、今度はメインとなるのがこちらのブルーのシャツですね。 これまた清涼感があって、爽やかさ満点のシャツかなというふうに思ってます。まあ、シャツにも様々なカラーがあるんですが、中でもブルー系というのは色の効果もあって爽やかに見えやすいので、ぜひ皆さんにも積極的に使っていただきたいなと思ってます。今僕が着てるのは先日もご紹介したかなと思うんですが、 クラフトスタンダードブティックというブランドのタイプライター味のですね、シャツになってまして、ちょっと張り感があって、このあたりのですね、生地の質感も含めて、僕はなんか清潔感があって素敵かなというふうに思ってます。まあ、シルエット自体は結構ボックス型で、そんなにタイトなものではないんですが、ビタビタに細いものよりは、適度にゆったりさがあるというのも、まあトレンド感も抑えていますし、ピタピタすぎるのもまた実は清潔感が漂わなかったですので、適度なゆとりというのは僕はありなんじゃないのかなというふうに思っています。で やり方はですね、僕はバンドカラーのものを選んでいますが、これはレギュラーカラーのものでも全く問題はありません。着方のポイントとしては、 全部ボタンを閉めてしまうのも、これまた小切れでいいんですけども、季節的にはちょっと第一ボタンぐらいは開けて、下にですね、白 T を覗かせてあげる。これがバランスがいいかなと思ってますし、あとは腕もですね、軽くまくってあげて、肌を露出してあげると、これまたですね、少しこなれた感じが出せるので、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思ってます。で、肌を見せる分量なんですが、これまた先ほどのカーディガンと一緒で、あまりグッとやってしまうのではなくて、 ちょっとまくるぐらいですね。この肘の関節を手前ぐらいまでまくってあげるのがいいかなと思いますので、これぐらいを目安にザクッと腕まくりをしながら、 時計をつけてみたりだとか、まあバングルはですね、ちょっとおしゃれが好きな人向けですね、女性の立ち位置からするとない方がいいという意見が圧倒的に多いので、このあたりはバランスをとっていただきたいなと思うんですが、ちょっと手元でアクセントをつけるというのもファッション的には OK なのかなというふうに思っています。で、ボトムスに関してはちょっとわかりづらいんですが、先ほどはブラックのイージースラックスを履きましたが、 今度はですね、ダークグレーですね。まあ、グレー系も大人っぽく上品に見えるカラーなので、まあ、ブラックにこちらしてもらっても全く問題ないんですが、少し柔らかさを出すという意味では、ダークグレーだとかミディアムグレーぐらいもですね、ブルーと相性がいいので、ぜひこういった色のパンツも合わせていただければなと思っています。で、シルエットに関してはやっぱりこっちもですね、あまりビタビタすぎるのも良くないし、かといってワイドフィットもですね、そこまで女性からとか、第三者的には印象が良くないことも少なくない のでテーパード型ですね膝から下が細くなるようなこのようなシルエットが使いやすいかなと思いますねこれは昨年グリーンレベルで買ったものなんですがまあ、いろんなショップでこういった綺麗めなスラックスみたいなものは売ってますのでぜひそちらもチェックしていただきたいなと思ってますで足元はもうこれ間違いないのはオールスタークップ2回目の登場ですねもう最初に言っときますが今回はこれしか履きませんもう靴に関してはこれがあればもう十分かなと思うので清潔感意識であればホワイトのレザースニーカーもしくはブラックのレザースニーカーもいいんです ですが、まあ、季節的にはホワイトで少し明るさを出した方がいいかなと思うので今日はこれで固定したいなと思うのでぜひ皆さんもですね白レザースニーカー結構汚れが強いものはそろそろ入れ替えるタイミングかなと思うので綺麗なもの清潔感があるものをですねチョイスをして選んでいただければなと思っていますはい続いてラスト3点目の着こなしなんですが今回のコーデのキーアイテムはこちらですね ホワイトのパンツですね。まあこれはですね、去年ぐらいからまたじわりじわりとですね、人気や復活してきたアイテムで、まさに春夏のですね、爽やかさを出すには持ってこいのアイテムかなと思ってます。まあなかなかですね、ハードルの高さを感じる方も少なくないかなと思うんですが、意外と履いてみるとそうでもなく、爽やかさも出せますし、コーディネートにも馴染みやすいかなと思ってるんですね。特に僕が今着てるようなこういった グレーだとかネイビーブラックだとかそういったアウターを着てしまえば意外とですねこのホワイトパンツ明るさを出すという意味でもバランスよく収まってくれるので 普段の手持ちのアイテムとは相性がいいんじゃないのかなというふうに思ってます。まあシルエットに関してはビタビタに細いものではなくて最近の白デニムとか白パンというのはですね割とちょっとゆったりめのものも多くなってきているので僕が今履いてるようなですねそんなにピタピタすぎないものを選んでもらうといいかなと思いますね。今ユニクロであればレギュラーフィットのですねホワイトデニムなんかが意外と使い勝手がいいのでそういったもので対応してもらうとすごくバランスがいいんじゃないかなと思ってます。でこの白のパンツを軸に上はですねこういった いわゆるシャツアウターみたいなものですね。丈がちょうどお尻隠れるぐらいのもので、まあ、春先にもライトに着れるようなものを1枚着てもらって、ここで色のコントラストをつけるってことですね。アウターとボトムスでコントラストを高めて、まあ、中にはですね、ブルー系のシャツ、僕は今ストライプのシャツを着てますが、 2番目に着たブルーのシャツなんかでもいいかなと思うので、まあ、シャツとこういったシャツアウターの合わせ、あとはもう T シャツなんかでもいいかもしれませんね。そういったもので合わせてもらうと、すごくバランスがいいので、白パン、ぜひ皆さんもですね、清潔感の漂うアイテムとして、ぜひトライをしていただきたいなと思っています。そして問題はですね、靴なんですね。ちょっと2個皆さんに謝罪しなくちゃいけないことがありまして、一番最初にニューバランスは清潔感アイテムじゃないよというお話をしましたが、 ホワイトデニムにはですね、割とニューバランスがあったんですね。というよりも、ホワイトパンツにホワイトのレザースニーカーだと、さすがに難易度が高すぎるので、今回はこのニューバランスを合わせました。ホワイトパンツにどんな靴が合わせられるのかって意外と難しくて、ブラックの靴も合わなくはないですけど、結構コントラストが高すぎて、うまくマッチしないなと感じることも少なくないので、ちょっとブラックも難しいし、白も難しいとなると、その中間あたりのこういったライトグレーが意外と使いやすいんですね。 ですので最初にニューバランスは使わないと言いながら最終的に使ってしまったことそして白のレザースニーカーで全部行くと言ったのに最後の3つ目がこちらのニューバランスだということをお詫びしながらですねこのコーディネート解説をですね締めくくりたいなというふうに思ってます結構自分をフォローするわけではないんですが白系のパンツって下手するとキザに見えるんですねですのでその綺麗さというものを こういったニューバランスのダサかっこよさでうまく馴染ませてあげるとバランスがいいかなと思うのでぜひそういったフォローで見逃していただければなと思っています。 はい、ということで、いかがでしたでしょうかいや、爽やかでしたね。我ながらちょっと気恥ずかしくなるような爽やかさだったわけですが、まあ、実際にですね、男性目線と女性目線って明らかに違うところがあって、男性だとやっぱりちょっと男臭さだとか、ミリタリーライクな感じだとか、古い感だとか、そういったものが好きだったりするんですが、意外と女性から見ると、それが清潔に見えなかったりだとか、なんかやぼったく見えることがあったりするんですね。一方で今日お伝えしたような、爽やかに に見えるようなアイテムを着こなしの中に取り入れるだけでだいぶ印象が変わるかなと思うのでぜひですね僕も含めて大人の男性というのはですねこういった爽やかなものも着こなしの中にうまくミックスしながら女性からもですね好印象をゲットしていただければなというふうに思っていますこれからもですねこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をなるべく分かりやすく解説したいなと思っていますのでよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします また、こちらのチャンネルとは別に、YouTube のメンバーシップチャンネルというものも運営をしています。そちらの方では、初級者から中級者へとステップアップするための動画をたくさん出していますし、あとは月に2、3回のペースで、メンバーシップ限定の生配信もやっていますので、ぜひ気になる方は、こちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからチェックをしていただければと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。 おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか限定動画では中級者向けのアイテムコーディネートからライフスタイルまで発信皆さんからのご質問のほか無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします大山旬のメンバーシップチャンネル